こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボナーボナー。さあ、サムネとタイトルにもある通り、本日久しぶりに僕が先発ピッチャーとして登板します。対するは天竺さん、かなり強いチームだそうです。ステイドリーム、こちらがオーダーです。今回ですね、助っ人もかなり参加してくださってるので、なかなか見慣れないメンバーもいると思うんですけども、そういった方々は皆さん助っ人で来てくれました。ありがとうございます。さあ、先頭バッター岡ちゃん、2ストライクから。相手のピッチャーもいい、良かったですね。天竺さん、結構全体的に若いチームで、それぞれがレベルが高いという本当にいいチームでした。続いてマッチョ聖子さん、ここも変化球打たされて、ここは内野安打となりました。ピッチャーストレートも変化球も非常にいいピッチャーでしたね。そしてこれ音でわかるかわかんないんですけども、この日かなりの強風でした。なんとこの強風のせいでカメラが壊れてしまうというハプニングもありまして、ここはちょっと画面映ってなかったんですけども、ライトフライでアウト。4番助っ人のコウスケさん、ここ変化球で空振り三振、1回の表は無得点。そして2021年11月からずっと肩を痛めていた僕が久しぶりの登板です。今シーズンの大会には間に合わせたいと思っていたので、このオープン戦練習試合の場面で少し投げてみようということで登板に至りました。先頭バッター、初球は変化球からの、続いて久しぶりのストレートで空振りを奪います。この日実はピッチャーやると思ってなくて、このグローブ聖子さんから借りました。2ストライクからここインロー、決まりました。ちょっとね、厳しいところだったんでバッターの反応あれですけど、審判取ってくれましたね。続いても変化球からの入り、もうとにかく風が強いのでね、結構後ろのほら芝とかもすごいことになってますよね。そしてピッチャーライナー、これグラブに当たってセカンドがここ取れずに送球してしまって、これがそれてランナー二塁へ。さあ、ワンアウトからピンチを迎えてしまいました。ここもセカンドゴロですが、これエラーしてしまって、この間にホームに帰ってきてしまいます。先制点を与えてしまいました。ワンアウトランナー一塁。さあ、これはサード正面、安定しております。ファーストはアウトでランナー二塁、ここはしっかり抑えたいところ。さあ、ここ難しいフライですが、いやー、聖子さんナイスプレー、ファインプレー、風も強いのによく通りました。非常に助かりました。さあ、助っ人の石、ここフォアボールで、続いて僕、ワンストライクから、いやー、この当たりが最近非常に多い。今チームでゲッツー王です。いやー、ダブルプレーを取られてしまいました。最悪です。さあ、続いて助っ人の山ちゃん、ここも当てただけとなってしまいました。ピッチャーゴロでチェンジ。さあ、2回の裏、まだ僕登板続きます。先頭バッター、さあ、ここセカンドフライ、風があるところ、これがやっぱり取れず、かなり風強かったですからね、これゾゾマリンかと思いました。行ったことないですけど。さあ、ランナー二塁の場面で、またしてもフライ、またしてもセカンド、何球セカンドに行くんだ。ここはしっかりとキャッチしてくれました。ナイスプレイ、ワンアウトランナー二塁、得点圏。このあたり、さあ、ご覧ください、岡ちゃんのところへ、これをエチェバリア、決まりました。エチェバリア並みのファインプレー、もう一度見てみましょう。さあ、ショートゴロ、これスライディングで取って、こっからノーステップでワンバン送球、素晴らしい、助けてもらいました。さあ、ツーアウトランナー三塁の場面、抑えたいですよ。ここはインコースのストレート詰まらせました。ピッチャーゴロに打ち取って、この回は無失点で切り抜けます。3回の表、サッシー2ストライクから、ご覧ください、この当たり、これがレフト線、フェア、
イスバッティング。このあたりナイスバッティング、先頭出ます。このチャンスをものにしたいところ。9番欲しい、うまい、送りバントをきっちりと決めてワンアウトランナー二塁。仕事します。ここでバッター岡ちゃん、さあここは叩いて、まあ最低限最低限ということで、2番の瀬子さん、さあフライ、これ落ちてほしいところですが、ファーストはしっかりキャッチでチェンジ、追いつくことはできませんでした。さあフォアボール、ショートフライでワンアウトランナー一塁の場面から、これセンターの前フライを、これもまたしても強風で取れずフェアとなってしまいます。いや本当に風に悩まれる日でしたね。この日はランナー2、3塁ピンチです。さあここまたしてもセンターフライ、さあここ中継で、しかし中継が乱れてタッチアップ成功、2点を失ってしまいます。なおもピンチの場面で、さあこれまた嫌なフライ、嫌なフライ、セカンドナイスキャッチ。もう本当にこれ野手もヒヤヒヤしてましたからね。さあそして4回裏に進みます。僕は3回までということで、お母ちゃんピッチャーのところ、またしてもフライファースト、これいやこれも風で伸びてファーストの後ろへ落ちてヒット。いやこれちょっと岡ちゃんかわいそうでしたね。さあランナー1、2塁の場面で、さあここ送りバントですが、聖子さんサード送球、ナイスプレー、ワンアウトランナー1、2塁、進塁を許しません。そして岡ちゃんまたしても、これが強風でまた取れず1点追加点を許してしまいます。続くバッターは三振。さあ満塁となって、ここは押し出しでフォアボール。さあツーアウト満塁の場面、切り抜けられるか。さあこの頃、いやこれも1、2塁間を抜けてしまう、ランナー2人が帰ってきて5対0となりました。続くところも盗塁送球それて6対0。いやこれちょっと守備岡ちゃんかわいそうでしたね。まあただピッチャーとしてね、ここで腐らず頑張ってほしいっていう願望もありますね。やっぱピッチャー腐っちゃうと雰囲気めっちゃ悪くなるんでね。いや踏ん張りましたおばちゃん。さあということで5回いきましょう。山ちゃん先頭出たいです。さあここショートゴロ、アウトとなってワンアウト、先頭抑えられます。さあ先ほどヒットを放っているサッシー、一本出るか。いやーこれよく見る当たりですね、サッシーのね。さあここは送球それてセーフとなりました。さあランナー二塁の場面、さあこれ打ち上げた当たり、フライはこれ落ちてフェア、こういうのが今日よくありました。さあランナー二三塁の場面で10番コータです。さあここ当てただけの当たり、これはサードファールフライとなってツーアウト。お母ちゃん打てるか。ここもフラフラっと上がった当たりだが、いやここライト正座キャッチ、ナイスプレーということで追加点とはならず。さあ最終回です。先頭聖子さん、ここはサード正面の当たり、ワンアウト。続くバッター龍斗、さあこの当たりドカーン、これがぐんぐん伸びてレフトを悠々超える長打になります。これがツーベースヒットとなってナイバッチ。
さあ4番コウスケさん、ここは空振り三振。そして5番のイッシーさん、ここ送球それてランナー三塁、しかし2アウト、1点は返しておきたい、完封は防ぎたい。さあこの辺り、これがファーストがエラーということで1点返します。そしてバッター僕に回ってきます。さあ本日いいところがない、打てるか打てるか。しかしここはストレートのフォアボールで山ちゃんお願いします。ツーストライク。さあここは当てただけの当たり、セカンドゴロで試合終了となりました。6対1で負けてしまいました。天竺さん、対戦ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。